Hi everyone! ニューヨークボイスデザインスタジオ、お元気ですか？ごめんなさい、ちょっと企画の YouTube 少しお休みしてしまいました。5月からちょっと学校が始まったり、いろんなちょっと仕事の、ことで頭がパンパンプラス、ようやく、若者たちこの現代のやり方についていけるようになりました。島田智子です。今日はこうした、コロナで、お家にステイホームしている方々が、やはりちょっと衰えてしまう、美容的にも歌的にも慢性筋肉があります。その筋肉の話をしていこうと思います。それでは今日は表情筋エクササイズ、舌のエクササイズ、この2つをお送りします。 Here we go!しまって表情筋が落ちてしまう、表情がなくなってしまうということは、ハピネスが来なくなる、あとは筋肉が衰えてくると、自分も朝顔見た時に自分に笑顔がなかったり、喋りにくかったりするんですね。だからそれでこの表情筋を鍛えていこうと思います。まず最初、皆さん手をここのほっぺのところに置いてください。ちょうど耳と同じぐらいのところに置いていただいて、ここいいですか、あくびの最初、あくびの最初っていうのは、皆さん何かこの辺にあくび感じますよね。この上顎が開く感じです。どうぞ、いいですか。そしたらこのままにして、ここリラックス、下顎と、下顎は本当はないんですけど、言葉として下の顎と舌をリラックスしてください。いいですか。そして犬がブレスするように、ドッグブレスというんですけど、それをやってみます。お腹から吐きます。いいですか。開けて、下顎、ここ唇はそのままで、これを何回かやっていただきます。その後ですね、この下、ここはこのままなんですけど、下、あは下がこうちょっと平たいですね。あ、えは上、えいはちょっと上がる、いおはまた下がりますけど、リップがアラウンド、おおもっとアラウンド、キスの口、あえいおう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 、と、ここの今ドッグブレスで後ろ開けましたよね。開けたまま、あえいおうというふうに言っていただきたいんです。ここ歯と歯の間がどんどん狭くなって、要するにもう歯を食い縛って頑張る、それが一番良くないです。なので今の時期なおさら良くない。なのでここを上げて、お腹で支えて、あえいおうと言った後に、これをさっきのドッグブレスに乗せていきます。それではやってみます。はい、こんな風にやっていただくとですね、毎日皆さん例えば何かのレッスンで、メイクのレッスンとか、いろんな方がここを開けなきゃいけないですよと言うじゃないですか。でもそれをただこの筋肉だけでこう開けるのもいいんですけど、こうやってる間って、息を止めちゃったりしてるんですよ。皆さん息止めてるんですよ。止めてるってことは、全てのこの筋肉と息が回ってないので、要するに強いては隣町まで行ってないんです。ここだけだと。これも悪くはないですよ、これだけ。でも何か息を通すことによって筋肉を動かす。
私は自宅でなるべく大きい声で呼びます。なになにちゃんご飯よとか、大きい声っていうのはお腹から声を出すようにしてます。で笑う時もなるべくそういう風にしてます。そうしないとなんかなんでよなんなんなんだろうなんかこうボソ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 って話すようになってしまうんですよね。なんでそれはぜひやってみてください。まずここに手を当ててあくびの最初上げたら。舌はリラックス、顎もリラックス、そして開けたままあいあえいおうあえいおうあえいおうを何回かやって、それで息、お腹を入れて、で数回やっていただいたらお水を飲む。OK? ニューヨークボイスデザインスチューディオ。今日は、表情筋の動かし方を少し息とともに勉強しました。少しね毎日、朝2分夜2分やっていただけるだけで、この顎の感じとあと舌が動くようになります。皆さん頑張ってやってみてください。それでは、このチャンネル気に入ったらぜひ登録いただいて、この番組気に入ったらポチッと押してください。アメブロとかあとインスタも時々やっていますので遊びに来てください。それでは everybody take care. See you next time. Bye.